ろです。今日は、今筑波サーキットに向かっています。筑波サーキットで、まあ、大吾さんの、横浜ゴムさんの、プロモーションビデオ撮影か何かがあるそうなので、そこに、一緒に同行させていただきます。もう大吾さんはね、向かってるみたいなんですけど、全然わかんない道をナビに従って走ってるだけなんですけど、周りをキョロキョロする余裕もなく、今日はレンタカーで走ってます。今日はね、なんか夕方遅くまでちょっと暗くなるまで撮影があるみたいで、赤坂のホテルにねよく泊まるんですけど、昨日高橋さんにね連絡したんですけど、最近ラジコンのねちょっとことがあげれなくて、で本当はまあ3月とか4月ぐらいに何かコースのアップデートというか改修ができたらいいなと思ってたんですけど、もうちょっとね仕事に慣れたり落ち着かないと時間が作れそうにないかな。4月になったら今度フォーミュラあの D ドリフトジャパンが始まりますし、D1 も始まるので、昨日 D1 の、プレスの申請、撮影の申請を出して、まあ、申請が降りればまたそこにね、撮影に行くことになります。 D1 はオートポリスもあるのか、ね、なんか全く今までに経験したことのない仕事でまだ慣れないんですけど、ちょっと頑張りましょう。だから驚いたのがエアガンの動画を出すとね広告収入がつかないんですね。つかないわけではないんだけど、銃が映るとなんか厳しいみたいで、まあそこはあんまり気にならないんですけど、まあ僕の今のね収益なんか本当に知れてますから、月にどれぐらいだ5000円くらいかな。なのであんまり気にはならないんですけど、だからマック堺さんとかあんな銃の動画を出してある方、本当にね好きだったり気持ちで続けてあるんだなっていうのがよくわかりますし、逆に尊敬しますね。銃を広めたい、エアガンの楽しさを広めたいって言ってね発信してあるようなので、本当に頭が下がります。まあそういうのをずっと続けていけばなんかいろんなことにつながったりはするんでしょうけど、本当にそういうのができる人っていうのは限られると思うので、すごいです。最近ねラジコンの動画は上がれてませんし、僕のチャンネルをねラジコンチャンネルと思って登録していただいている方には本当に申し訳ないんですが、でもまあね、僕は所さん好きっていうふうにねいつも言ってますけど、まあいろんなことがね遊んでる様子が配信できたらいいかなと思ってます。僕はタレントじゃないのであんまりこういうことやってもね
意味ないのかもしれませんけど、まあでも自分の好きなことをやって、まあそれが記録に残っていけばいいかな。まあ自分が生きた証じゃないですけど、こんなことやったなとか後で見返せれるぐらいのね、そんな気持ちで続けていきたいと思います。いやでも今までね、まあ福岡出身です、大分来て大分に長いこといましたけど、やっぱこうやって表に出てみると、いかに小さな世界で戦っていたというか、物事を考えていたのかなということを思い知らされましたね。うん、僕は若い時に東京に対しての憧れっていうのはなかったんですけど、でもこの年になって東京に出てきた時に、あ、やっぱりもうちょっと若い時っていうか早いタイミングで東京に来てれば何かが違ったのかなと思う反面、多分このタイミングで東京に来てることが意味があるのかなと思ったりしてます。あ、今このタイミングだから良かったんだろうな。多分若い時に行ってても今の出会いはなかったし、高橋さんとも会ってないし、江藤さんとも会ってないし、所さんにも会えてないし、皆さん多分 YouTube も始めてないだろうな。まあそう考えるとこのタイミングが僕にとって、ね、この東京に来るタイミングが一番良かったんでしょう。さあここはどこなんだよ。とりあえずあと4キロか。結構これ撮れてんのかな、この動画撮れてんだろうか。なんかね、車の前にちょうどカメラを置くようなところがあって、これ軽自動車借りてるんですけど、運転してて全然カメラ動かないんですよね。安定してるというか、移動が多くて動画の撮影ができてないんで、ちょっとこういうタイミングで撮ってみました。じゃあまた頑張ってエアガンとラジコンの動画をアップしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。というかまだ大悟さん撮影やってたんですけど、まあ、ちょっと時間の都合上今日僕は帰ってきました。4月の終わりか5月に、動画の公開を、するということなので、ぜひお楽しみいただければと思います。さあ帰って編集もしたいと思います。ちょっと聞き取りにくいかもしれませんが、こんな感じでやってます。サーキット維持するぞ。またね、バイバイ。